皆さんこんにちは、ウィキです。今日は BRZ の、 愛車紹介をしていこうと思うんやけど、ちなみにね、この BRZ のオーナーさんが女性オーナーということで、とってもね、さっきお話ししたんやけど、めっちゃキャピンティしてね、可愛いって感じの、はい、笑顔が素敵な女性の方です。はい、じゃあ早速登場してもらいましょう。はい、それではオーナーさんに登場してもらいましょう。はい、どうぞー。ぴょん。こんにちは。こんにちは。めっちゃ笑顔ないよ。かわいいのよ。はい、お名前をお願いします。リオです。はい、リオちゃん、よろしくお願いします。まず、このね、BRZ なんやけど、お車はいつに何年乗って、何年ぐらい？今ちょうど1年半です。あ、じゃあまだね、乗り立てほやほやっていう感じの、もうね、運転が楽しくて仕方がない、はい、時期ということで、はい、じゃあ愛車の紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。ビビッと。はい、じゃあまず外装からですね。はい、後ろが主に来てます、うん、来てます。後ろが主に来てます。はい、GT ウィングと、うんうん、マフラー。あ、マフラー。え、GT ウィングのメーカーはちなみに？メーカーは、わかんないです。あ、メーカーわかんない。うん、ちょっと目立とうと。いや、存在感半端ないっす。いいと思います。はい。え、なんかもうワンポイントにしようみたいな感じで、はい、GT ウィングは。そうです。うーん、で、彼氏が作っとるチームの子たちがほとんどが GT ウィングついとって、うん、同じやつつけても面白くないなっていうので、うん、そのトランクから出る形のつけました。そういうことね。個性を出していったわけね。あ、ちなみにね、彼氏さん号はね、というわけで、はい。はい。じゃあ、マフラー？マフラー。マフラーね、ちょっとしゃがんでもらっていい？はい。はい。マフラーは、メーカーは？トラストのグレッティです。お、トラスト。トラストってなんか聞いたことある。グレッティ。有名な。なんか、綺麗じゃない？もしかして新品で買いましたか？そうですね。ねえ、そうよね。めっちゃ綺麗やもん。ちょっとアップしてみよう。結構綺麗。え、BRZ は、はい、もう最初から2本出しがノーマルの状態で、純正で2本出しです。はい、じゃあちょっとぐるって回ってみましょうかね。はい、テクテク。はい、テールも可愛いです。はい、テールも可愛いんですか？電気と空気で変わって、うんうんうん、電気はここがスモールとブレーキなんですよ。ほい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 。スモールの時にめっちゃ目みたいで可愛いんですよ。スモールの時に目みたいで可愛い。なるほど。可愛い、可愛いが溢れる。外装はあとは触ってないです。これは純正のホイールですか？純正のホイールです。純正のホイールってなんかこう、なんていうの、スポークじゃない、なんて言ったらいいかな、これを。ホイールは変える予定はあると？ホイールは、うん、彼氏の前についてた FD のホイールをつけます。あ、そうなんや。シェアできるっていいよね。車好きのカップルあるあるの。いいですね。優越感に浸りたくて。いいと思う。ありがとう。え、ここは
ここのなんかこれってオプションでつけれたり。あ、これもう元がつい、元でついてます。あ、そうなんやね。純正でついてるのね。ちょっとインカメにします。ウィキさんのちょっと気になった質問タイムイエーイ。リオちゃんの車なんやけど、お車なんやけど、私ですねシンプルにあのさ BRZ よね、はい、僕は BRZ だよね。 BRZ なのになんかナンバープレートがナンバープレートが RX7 って書いとってはい、ちょっと事情聴取ちょっと事情聴取うん、彼氏が友達にもらったやつ、プレゼントでもらったやつを置かされてます。あ、置かされてますそういうことね。あ、置かされてるらしい。あのあんまりあの自分で置いとうかと思ったそういうことなんかマリオが可愛いねマリオが。このクイックっていうステッカーがところどころにありますが、クイックはナンバーの、お、じゃあナンバーのとこ行きましょうかはい、ナンバーの919に合わせて、はい、作ってもらいました、彼氏に。おー、あ、当て字みたいな感じよね。うんうんうん、速さみたいな感じの、うん、やる気モード全開やないの。ちょっとあの暴走したりしてないですか、いつもちょっとあの安全運転でお願いしますね、安全運転でクイックすぎて、はいいや、そうなんだっけね、ここにもあるし、ここにもあるし、うん、なんか後ろにもステッカーを貼ってたんで拝見してよろしいでしょうか。はい、はい、後ろの OSC って書いてあるのは、あ、こっちに移ろうかなOSC、はい、これもチーム名。チーム名です、うん、何人ぐらいのチームで今私入れて6人です。あ、6人。よくミーティングとか一緒に行ったり、イベントとか。あ、イベント行く、ミーティングまだしてることなくて、うん、でも後々したいって言ってたんで、うんうん、みんなでしたいなって思ってます。おー、いいね。なんかね、よく集まったりするメンバーなんですか、 OSC さんは。そうですね、土日だいたいみんなでどっか走り行ったりとか、うん、で休みの日があったらちょっと遠出一緒にしたりとかしてます。あ、一面的なね、いいよね、いいね、みんな優しくて、あ、そうね、楽しいが一番やもんね。めちゃくちゃ楽しいです、うん、めちゃくちゃ楽しいですめっちゃ強い強い、風が強い、めっちゃアップ、ちょっと待ってねよいしょ、はい、失礼します。わ、待って、ボサ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 、いや、ま、ごめん、いや、女の子の車やなって思うけど、いい匂いがする助手席に風強いんでお邪魔させていただきました。はい、じゃあちょっとね、内装の説明をしてもらおうって思います。はい、じゃあリオちゃん、内装の説明お願いします。はい、これが、うん、ここね、うんうん、ちょっと友達にもらったハイブリッド、つけたらハイブリッド車になるって言われたんでつけたら燃費が良くなるみたいな、燃費が良くなるって言われたんで、うん、それでつけてます。インパワーね、インパワーね、スバルのハイブリッドの方の、あ、そうなんやねあ、エンブレムが違うわけあ、そうなんやねインパワーっていうあるんですよ、うん、それをつけてハイブリッド2個つけて、うん、ちょっと燃費稼ぎじゃん燃費稼ぎね。ちなみに、はい、あの BRZ の燃費ってどれくらいなの。リッター今12走ります。あ、いいね、12。で、高速とか遠出した時、うん、もう、まあ、13とか行く時あります。あ、そうなんや。え、じゃあもう軽自動車のなんか軽自動車ぐらい、軽自動車ぐらいは走るね。なんかそうですね、なんかスポーツカーとかやったらなんか一桁とかがね、なんかね、うん、イメージ的にあって燃費が悪いとかあるけどやっぱなんかね、若い方とかは結構 BRZ とか86とか乗っとう人とか結構多いけん、なんかあれなんかな、燃費もいいっていうところがこの車のいいところなんかもしれんね。そうですね、で、
NA です。ちなみに、いろいろちょっと内装もね、なんか突っ込みたいところもたくさんあるんですけれども、はい、本人の方からいろいろ言ってもらいましょうね。はい。彼氏とお揃いのアメリケンサックの、はい、シフトノブ。オラオラするんですか。オラオラしますか。何かあったらこれで彼氏を殴ろうと思ってます。怖い。こんな笑顔で笑顔でそんなこと言ってる、怖い。あとは BRZ の、あ、そうね、せっかくやけんちょっとカメラ外にしますね。BRZ のトミカを、あ、そうね、かわいい、もう大好きでたまらんっていう、本当に大好きで、あ、そう、ウィングがついとうやつもあるんやね、ウィオンやん、これラリーの時の、GT の300のラリーの BRZ の、詳しい詳しいそうなんですよ、うん、好きやね、めちゃくちゃ大好きで、いいですね、あ、なんか BRZ ってなんかこの、なんかあの掴むとか、このダイヤルがなんか形が可愛い。そうなんですよ。これ純正でついてるんですけど、めっちゃみんなやりやすいって言います。ね、そうよね。なんかここもカーボン調とかな。あ、そう、カーボン調で。ね。ね、でそれに合わせて上も友達が、なんかお酒飲んだ日に迎え行ったらちょっとピッて傷つけてきて、中の方を、あ、はいはいはい、友達傷つけられたんで上から貼ったけど下手くそすぎて、あ、いやあ、これかな、これなんかちょっとね、まあね、なんかそれこそこれじゃない、それこそこれやろ、それこそこれの出番やろ。もう殴ればよかった。ビービビッと、また質問タイムを開始したいと思います。せーの、イエーイ。打ち合わせなしやけんね、すごいよこのテンション。はい、まず所有してからは1年半ということで、はい、でこの車の惚れポイント教えてください。惚れポイントは顔です。あ、顔、ヘッドライトとバンパーとが、ごめん。ヘッドライトとバンパーと、あと、私のは、レイライトっていう LED ライトっていうのがあるんですけど、それが前期は上についてるんですよ、ホグの、そこも好きなポイントです。あ、そうなんやね、ちょっと映させてもらうね、後で、はい、でもなんかね、もう詳しすぎてね、ゆきさんついていけません。ね、じゃあ、あとこの車の出会いかな、この車の出会いを教えてください。出会いは、最初に水平対向エンジンを知って、スバルを好きになって、そこからスバル車で、一応お父さんがプレリュードっていう、ホンダの車に乗ってたんで、それの影響で、ツードアが欲しくて、ツードアの車って言ったらもう BRZ しかなくて、スバル車は、あ、そうなんやね、それで買いました。あ、知らんかった、そうなんや。そうなんです、スバル全部4ドアで、セダン型か、ステーションワゴン型しかもなくて、あ、だけんか、いや、じゃあスバル車で、皆さんスバル車でツードア乗りたい方はぜひ BRZ しかない、はい、BRZ しかないって言い方、あの BRZ だけしかないみたい、スバル、知らんかった。健康はもうツードアなくなったんで、あ、そうなんやね。なんかね、あの、本当なんかさっき水平対向エンジンって聞いたことなんか言いよったけど、あの、ね、なんか結構ね、あの、スバルの車といえばっていうのは結構頭にそのイメージはついとる。水平対向が。うん。いや、なんか、スバルといえばインプレッサーっていうイメージがあるけど、そこをね、BRZ っていうね、で、あの、ツードアに、この、あの、何、あの、こだわってというね、そういうところが、はい、あの、本当愛が伝わってきます。この車じゃないとダメなんだみたいなね、いいと思います。はい、じゃあリオちゃんですね、最後に、視聴者様へ向けてですね、あの BRZ ね、ぜひ多分あのお、なんか BRZ オーナーが多分いっぱい増えたら、あの、交流もいっぱい増えて楽しいと思うんですけど、はい、BRZ の購入を考えている方へ一言こちらへお願いします。画面向かって、NA だけど楽しんで、ぜひ乗ったら絡んでください。はい。いいかな、あとはいいかな。はい、いいかな。
はい、以上笑顔がキュートなリオちゃんでした。はい、ありがとうございます。私の感想としては本当にあの女の子がね、あのしかもすっごい車に詳しいし、なんならね職業が、はい、整備士してますですよ整備士、もうね車好きの塊みたいな女の子の女の子を取材させていただきました。あのウィキさん自体はあんまり車に詳しくないので、こういう女の子見たらねすっごいなんか頼もしいというかね笑顔も素敵、本当最高です。いろいろもうなんかもう何個 もう条件が揃ってますもん、私の最高条件がはい、あの本当に、はい、あのお話しさせていただきありがとうございました。はい、ではですね、この動画がいいなと思ったら高評価、はい、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。何かコメントがありま、あ、何か感想がありましたらコメントまでよろしくお願いします。はい、じゃあそれではまた皆様会いましょう。おつびきでした。またね、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう、笑顔を皆様にはい、キュー。ね、手をね、手を振っていただいていいですか？あ、あのね、こっちに手を振ってカメラに手を振ってもらっていいですか？